カタール。カタール国、カタール国、通称カタールは、中東、西アジアに位置する、立憲君主制国家。主張は、サーニーエ。首都はドーハ。アラビア半島東部のカタール半島のほぼ全域を、領土とする半島の国で、面積は、秋田県と、同程度の1万1427キロメートル。周囲を、ペルシア湾、アラビア湾に面する。南は、 サウジアラビアと国境を接し、ペルシャ湾を挟んで北西はバーレーンに、北はイランに、東はアラブ首長国連邦、UAE に向かい合う。国土の全域が砂漠気候にあり、年間降水量は約100ミリメートル。1940年に発見された油田によって、潤沢な資金を得て、労働力として外国人を移民させることにより、20世紀、 後半以降近代的に発展を遂げた。2019年現在も、石油や天然ガスの関連産業が、国内総生産の6割強を占める。人口は、約285万人、2019年現在で、あるが、このうちカタール人は1割強で、残り9割弱が、南アジアや、東南アジアからなどの外国人労働者である。男性労働者が大量に流入しているため、 国民のうち3、4が男性となっている。公用語はアラビア語であるが、アラビア語圏外からの移民が多いことから、共通語として英語が広く使われている。イスラム教を国教としており、外国人労働者含めムスリムが国民の多数派となっている。カタール人のうち約9割がスンナ派に属し、約1割がシーア派に属している。 正式名称はアラビア語でと言い,い、通常はと称する。コトゥーラ、カトゥーライコール、紛失するに由来する。英語での公式国名は、ステート・オブ・カタール、通称カタール、カーター、キャター。世界の国と地域の中で唯一、旧で始まる、英語国名である。国民、形容詞はカタリ。日本語では、カタール国、カタール、カタルと書かれる。 紀元前3000年から紀元前2000年頃の遺物が見つかっている。ペルシア湾での真珠採集の産地として古代から知られてきた。1825年にカタール王家、サーニー家、あるサニーの創始者、サーニー・ビン・ムハンマドが、ビダウ、あるビダ、現在のー派を収めるカタールのに選ばれた。バーレンの、あるコリーファが1868年まで来た。 カタールを治めていた。その年、カタール貴族の依頼により、イギリスの仲介でバーレーンの主張を取り下げさせたが、オスマン帝国がカタールを占領した。第一次世界大戦後、オスマン帝国が撤退した後は、イギリスの実効支配のもと、三代目カタール主張、アミールオシェークとした自治権を認めた。イギリスとカタール間の1 9十六年の条約は、イギリスと その他のペルシャ湾諸国の条約と同じく、イギリスの承認なく自国領の変更は認めず、諸外国との外交関係も一切認めないというものだった。その代わりイギリスは、海上からの侵攻に対しては保護を与え、陸上からの攻撃に対しては支援を与えるという内容だった。1934年の条約はさらに、イギリスからの保護を強化したものだった。 赤線協定に基づいてからに、石油利権が譲渡されると、1935年に、エーランフツマイの共同国益会社、ペトリウムデベロップメント LTD、PDQ に対して、カタールでの75年間の石油掘作権を承認。1940年には高品質の石油が、カタール半島西岸で発見された。第二次世界大戦のため1949年まで、 石油輸出は行われなかった。四代目市長のもとで、1950年代から1960年代にかけて、この石油がカタールに繁栄と、社会進化をもたらし、近代化の始まりとなった。1960年に五代目市長が就任。1968年に発表された、イギリスのスエズ伊藤撤退宣言に伴い、イギリスの保護領トルーシャルオマーンは、 1971年の独立を目指し、アラブ首長国連邦を結成した。当時は、首長国が単独で、独立国家となるのは難しいと考えており、カタールやバーレーンもその一員として、フェイに含まれていたが、すでに、カタールとバーレーンは、石油生産の好調で、単独独立が可能な体になっており、他首長国との利権問題もあって、カタールとバーレーンは、 近隣国のサウジアラビアやアラブ首長国連邦の一部になることを断り、カタールは1971年9月3日に単独で独立した。同年9月11日にアラブ連盟に21日に国際連合に加盟。1972年、父である首長の外遊中にハリーファが無血クーデターを起こして政権を奪取、六6代目首長。 1988年には、ソビエト連邦と中華人民共和国とそれぞれ外交関係を結んだ。OPEC、石油輸出国機構の初期からの加盟国であるが、天然ガスの生産に重力することを理由として、2019年1月1日をもって脱退した。また、湾岸協力会議の原加盟国である。1990年の湾岸戦争では、反イラクの立場を取った。 1995年に首長であるハマドが、父であるハリーファの外遊中に、無血クーデターを起こして、政権を奪取、7代目首長。ハマドは、政権を奪取して、以降、天然資源のみに頼った、経済体制を危惧して、観光産業の育成などに着手している。かつては、ハリーファの閉鎖的な政策の影響で、宿泊施設すらほとんどなく、 世界一退屈な都市とまで言われた首都ドーハにも様々な娯楽施設などが建設され賑わいを見せている。また衛星テレビ局アルジャジーラも彼のポケットマネー1億5000万 US ドルで設立された。1996年から湾岸諸国の中で唯一イスラエルの通商代表部が置かれていたが2009年に閉鎖された。 2013年6月25日、ハマドが4男のタミームビンハマドアール・サーニーに上位し、タミームが主張となる。カタールはサーニー家、アるル、サニーによる主張性、君主制の一種である。現行憲法は2003年4月29日に承認されたもので、三権分立の立場を取り、民主主義や女性参政権の保障などを謳っている。しかし、実際は、 さらに家に実権が集中している状況。議会としては45議席の諮問評議会が置かれており、閣僚への質問権や予算案承認のための投票権などを持つ。45議席のうち30議席は直接選挙、15議席は主張による任命制。行政権は主張及び内閣が持つ。首相職あり、カタールの首相。司法権は、 上級刑事裁判所、下級刑事裁判所、民事、障子裁判所、労働裁判所、高等裁判所の御裁判所が行使する。死刑制度が存在する。湾岸協力会議、GCC の加盟国。小国であるが、豊かな石油、天然ガス収入を背景に、アラブの春では、中東各国に活発に介入した。2012年。 ターリバーンの対外連絡事務所を設置。2014年、サウジアラビア、バーレーン、UAE の3カ国が内政干渉を理由に中カタール大使を召喚。周辺諸国との圧力が表面化した。2017年6月、ムスリム同胞団への支援やイランとの接近に対して、一部のイスラム諸国、サウジアラビア、UAE、バーレーン、エジプト、イエメン、 モルディブ、モーリタニアなどがカタールとの国交断絶を表明。カタール固有の軍事力は、軍事予算は GNP 比4.2%、1993、総兵力1万1800人である。アメリカ中央軍が駐留し、首都ドーハ近郊に司令部の一つがある。アメリカ中央軍は、中東を責任地域とするが、司令部のあるフロリダ州タンパが遠すぎるため、 イラク戦争直前の2003年に第2の司令部として設置された。イラクやアフガニスタンに展開したアメリカ軍部隊はここから指揮される。2016年にカタールをかつて支配していたトルコに軍事基地を提供する協定を結んだ。2017年にはカタール建国記念の軍事パレードで中国人民解放軍による訓練で従来の英国式から 中国式のが超足更新に改め、中国製弾道ミサイルの披露し、上海協力機構への加盟申請も行うなど、中国への接近が目立った。一方で、同年6月には、米海軍と、同じく8月には、米軍パラシュート部隊との合同軍事演習を行っている。人口は2019年の推定で2846,092人。 2013年の調査では、全人口180万人のうち、カタール国籍はわずか13%の27万8千人に、過ぎず87%にあたる150万人が、外国人労働者である。そのうち、インド人が54万5千人と最大の勢力となっている。ついで、フィリピン人、ネパール人、パキスタン人、スリランカ人、バングラデシュ人などが多く、 南アジア諸国からの労働者がほとんどを占めている。カタール人は、主にアラビア半島の遊牧民のベドウィン、イランパキスタンアフガニスタンを祖先に持つエタスーダンとソマリアを中心とした東アフリカからの奴隷の子孫のアブットの三つの先に分かれる。公用語はアラビア語である。日常会話は湾岸方言となる。 インドやパキスタンなどの外国人労働者が大半を占めていることと、イギリスの植民地であったことから、英語も、政界、財界などで広く理解されている。その他、ヒンディー語、ウルドゥー語、マラヤーラム語、タミール語、ネパール語やタガログ語なども話されている。2010年の調査では、外国籍を含めた全人口に占める割合を見ると67.7%が、イスラム教、 13.8%がキリスト教、13.8%がヒンドゥー教、3.1%が仏教を信仰している。しかし、カタール国籍保持者の95%はイスラム教であり、大半がスンナ派のワフハーブ派であるほか、シーア派が人口の5から15%を占めておりイスラム教を国教としていい。カタール半島は、 サウジアラビア側から1 6 0トル突き出ている。国内の大部分は不毛な砂漠であり、最も高い地点で、海抜1 0 3ルである。この砂漠の地下にが存在。一方世界最大級のノースバスデンは、カタール半島北東からイラン方向の海底に広がる。カタール半島の付け根付近にあるコアアールデイドは、静かな内海であることから別名を、インランドシーとも呼ぶ。 2015年の国内総生産は約1、920億ドルは85,430ドルで世界第2位である。一時は一人当たり GDP で世界一を誇ったことから世界で最も裕福な国と呼ばれた。1940年代の石油発見以前の産業は漁業と真珠取りだけであった。年代から日本の養殖真珠が 世界に出回ると、カタールの天然真珠は衰退した。石油と天然ガスに依存する経済体制で輸出の大半が石油、天然ガス及びその還元製品で占められている。インド、パキスタン、イランなどからの外国人労働者がカタール国籍を持つ総人口よりく外国人労働者に労働力を大きく依存している。豊富なオイルマネーにより国民は 所得税がかからない。さらに、医療費、電気代、電話代が無料。大学を卒業すると、一定の土地を無償で借りることができ、10年後には自分のものとなる。2004年、ドーハに科学技術パークを開き、世界中から技術関連企業を呼んだ。現在、床は低下したものの炭化水素は、カタールの背骨であり続けるが、政府は、 知識集約型の民間投資も促進ししようとしている。カタール金融センターは湾岸諸国を巻き込んだ投資に今後10年間で1兆ドルを供給することを発表しているカタールの年降水量は40ミリメートル前後であるため降雨に頼った農業は不可能であるしかしながら灌漑などを利用した農業が営まれており農地面積は国土の0.7% 80平方キロメートル、1994年に達する。牧場は同4.5%、500平方キロメートルである。農業従事者の人口に占める割合は0.5%。主要穀物では大麦、5000トン、2002年、トウモロコシ、1000トンを栽培する。野菜では、トマト、1.1万トン、ついでキャベツ、2000トンの生産が盛ん。 畜産業では、鶏、400万羽と、羊、20万頭が最大。ついでヤギ、18万頭、ラクダ、5万頭など。漁業は盛んではないが、約7000トンの水揚げ高が記録されている。原油の埋蔵量は252億バレル。天然ガスは880兆立方ヒートで、ロシアイラーに次いで、世界第3位産出量は、 原油日量192万バレルなのに対し、天然ガスは日量1780億立方フィートでシェア4.8%。日本の天然ガス輸入先としては、マレーシア、インドネシア、オーストラリアに次いでカタールが第4位に当たる。輸出に占める工業の割合は非常に高く、2002年時点で天然ガス42.6%、 原油35.0%に達する。2008年までの油加工等により、石油ガスが GDP の50%、輸出の85%、政府収入の70%を占めるようになった。カタールの天然ガス輸出先は、第1位が日本で全体の約21%、第2位が韓国で約18%、第3位がインドで 約15%となっているジョグメック調べ。工業は発達しておらず、食肉加工、窒素肥料の製造、セメント製造などが小規模に営まれている段階である。最も規模が大きいのが石油化学工業、次に製鉄である。輸出に占める工業製品の割合は2002年の段階で、石油製品6.7%、プラスチック3.1%、 鉄鋼2.8%である。しばしば、中東の CNN と形容される、アルジャジーラの本社がドーハに置かれている。開局時は、アラビア語のニュース TV でスタートしたが、現在いくつものチャンネルを有する。アラビア語と英語の新聞がいくつかあり、英字ジビジネス月刊誌は、カタールトゥデイが唯一で、他に、アラビア語のビジネス誌、女性誌、ファッション誌が、 同じ出版社から出ている。ドバイ首長国首都ドバイにもあるパームツリーアイランドがドーハ湾に作られリゾート地になっている。また南部のホールアルデイドのラグーンや砂丘ツアーがある。第15回アジア競技大会が首都ドーハで開催した。期間は2006年12月1日から15日まで。アラブ圏では初のアジア大会で、 エジプト伊東の中東地域を含むアジア地域の45の国と地域が参加す。潤沢な石油、天然ガス収入で、医療、教育が無償、社会保障制度も完備。独立記念日は2006年までは9月3日で、あったが2007年より変更された。サッカーのカタールリーグは、オイルマネーで多くの有名選手を獲得し、話題になっている。最近では、 ガブリエル・バティストゥータ、イエロ、エメルソンがカタールのクラブに移籍している。また、1988年と2011年にはサッカーの AFC アジアカップが同国で開催され、さらに2022年に FIFA ワールドカップの開催が決まっているため、今後は国全体が注目される可能性が高い。クリケットもサッカーと並び人気のあるスポーツの一つである。 クリケットが最も人気のある地域である南アジア出身の外国人労働者がカタールの人口の多くを占めていることも要因である。近年バスケットボールも力をつけており2006年には世界選手権に初出場した。陸上競技においても21世紀以降はアジア競技大会などの国際大会で優勝者や上位入賞者を排出している。 2004年には、ドーハの北イコールザーインにロサイル、インターナショナルサーキットが完成し、毎年モートジッピーが開催されている。2002年から開催されている自転車ロードレースツアー、オブカタールは、ツールドフランスを主催するアモリスポリオ,オルガニザシオン、通称 ASO が同様に主催しており、毎年多くのトップ選手が、シーズン序盤の調整を兼ねて出場する。 ハイレベルなステージレースとなっている。純血アラブとサラブレッドによる競馬が行われている。2012年から始まったカタールミナライ機種招待レースには日本人機種も招待されている第1回国部優作第2回島田純次楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。